てる来てる、やばい、これやばい、来てるよ来てるよ、めっちゃ来ためっちゃ来た。こんにちは、100種類の魚を捕まえたいハコちゃんです。ここは東京都三宅島。今日も都会では釣れない魚を釣っていきます。最近竿を魚に引きずり込まれてばかりだったので、今日こそ釣りたいです。おはようございます。今日こそ魚を釣ります。投げないとだ。もともと言っても走んないでしょ。でも置き竿したらあれだ、置き竿したらダメだよ。ダメですよね。私竿2本取られましたこの前。なぜすればいいんだろう。ベラみたいなのもいるぞ。今日はこっち、右巻き、そこにいる。よしよし、えっ、35ぐらい入ってる。嘘でしょ。嘘じゃないよ、下まで。いいなぁ、すごっ。なんだ、餌食わねえじゃんこれ。餌についてないじゃん。もうお腹いっぱいか。取った。わわわわ、すごいすごい。俺もやってる。いいなぁ。戻ったの。あ、釣れてる釣れてる、うん、釣れるぞ釣れるぞ。いろんな魚影が見えるよね。見えるよね。すごいなぁ、でかいのいる。イスズミが来てます。来てる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 。まいった、イスだ。今は止まってる。あったね。だいぶでちょっとできる。どうですか？イスズミです。向こう見えなくなった？もうイスズミしかいない。なんでですかね、やっぱり。なっちゃいましたね。時間が違うのかな。朝はすごかったですね。怖いおじさんが来ていなくなって、かわおじさん来ていなくなったんだ。困ったな、これ。お父さん皿持ってきたんですか。このおじさんもすぐ皿持ってきたっていう人だった。ちゃんと子供も待ってるし、車の中で水がきれいすぎる。濁りがあればね、石積みも来るんだけど、これだけ水色いいと道具を見抜く。なるほど、餌だ、餌じゃない、バレて。あー、ムロ釣りたかったな。あれ、あの身だけすぐ取っててフランしてくるとうまいんだよ。そうしよう。うまいですかあれ。うん、あ、やっぱ食べれるんだね。カワキの仲間だ。どこに毒があるんだっけ。あれ内臓。内臓、内臓か。高部来てます。高部やばい。高部が来ているらしいので急いでサビキを入れました。思ってたより高部は大きい。高部想像よりも大きくてびっくりして。ほら、高部見えます。これサビキに引っかかるかな。ダメだ、みんな朝ごはんの時間が終わってしまった。メジナメジナ
メジナが湧いています。湧きメジナです。うわ、銀色の影もいっぱい。メジナの湧き湧いています。見えてます、見えてます。やばー、おー、こっちも魚がいっぱい。家？カメ、ウミガメ。しばらくすれば浮くよ。まだまだ浮くからそう。めちゃくちゃ大きい。めちゃくちゃ大きいウミガメが来ています。カメ、どっか行っちゃいました。どっか行きました。高めはコマゼ、網コマゼ巻いても全然上に来ませんでした。高めはすごいじゃん。大群だ大群。この網すごいです。高部もこんなに大量にいるし、メジナも大量にいるし、けど釣れないっていう。話を解くと絞っちゃうんだめちゃくちゃ魚がいそうな穴です。深いところか。これでカサゴかアカハタを狙います。この辺かな、ちょっと深め。ここ行ってみようか。なかったら、来なかったらすぐに場所を変えるっていうのがね、ポイントだよね。寝掛かりしたらなんか超嫌だ。ちょっと下まで落とすのが怖いけど。よし、当たりを待とう。次。行け。なんかしらいそうだけどね、こんなさ、島の穴なんて。なんか島の穴にさ、魚がいないはずがないんだよ。はい、移動です。え、この縁とか角っことかやってみようかな。角っこ行け。赤旗かな。スズリか。カンパチが泳いでいました。違うな。岸の向こう側でカンパチの糸が切られていました。穴釣りでは何も釣れませんでしたが、向こうでムロアジが釣れています。この間私が、そうだよ、私が多分竿を持って帰った時に現れたやつもあいつだよ。あいつに私多分サボ持ってかれた。カンパチ2匹じゃん。2匹もひえー、恐ろしい。何も釣れないと言って安心していたら、大阪のカンパチが現れるという。向こうで糸切られてたのもしかしたらカンパチかもしれないです。ボロが釣れたらボロボロに飛んでいたかもしれない。なるほど。じゃあムロいなくなっちゃうじゃん、またカンパチに追い出されて。なんか早いスマートな動きでしたね。いや面白い。お、鳥、カラス、なんか撮ってる。
ています。全員釣ってやる。大量大量大量。入れ食い入れ食い。やばいやばい、めっちゃ来てる。来た。オッケーオッケー。いいよ、はい、いいよ、ここだよ、ここだよ。はい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 、釣れた釣れた。大室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 。やった。次次次次、落ち着けるわけがないよ。こんなに来てるんだから。あ、いなくなった。はあ、また回ってくるもんね。いやー、でも次カンパチ来るかもしれないし、わかんないね。ごめんだよ、ドキドキしながら。いや、坪田来て正解、大正解。このムロを後ろからカンパチがすっげー追ってくる時だから、はい、で、今日ムロが同じとこいないのでカンパチでいるから、カンパチから逃げてこう。あ、固まってないってことか。ごめんだよ、だから。かかってるかかってる。コマセが近い。くる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 。ほら。こっち行くかな。なんでこっち？来た来た来た。やばい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 。待った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 。はいはい。あ、来てる来てる。やばい、これやばい。もっともっと。よし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 、釣れました。よし、次行こう。次来てる。やばい、水面やばい。いい。あ、いいよ。いいよ。あ、そう、まだまだ。あ、まくれた。奥の方に巻いてくれるとね、嬉しい。この竿が長いからさ、大変なんだよね、手前に来ると。あ、ナイス。来てる来てる来てるよ、来てるよ来てるよ。めっちゃ来ためっちゃ来た。また来るのを待つだ。あ、来た来た来た。何？来てんのかい？あ、いるないるないるわいるわいるわ。さっき怖かったな。盛り上がってる。おおおお。乗った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 。よいしょ、ナイスです。冬の海盛り上がってます。あああいるね、また来た。もっとうおーって来てたのに優しくなった。いるんだよね、いるはいる。目指せ30。
つまけよ。はい。まだ見えないじゃん。さっきまでもううわーって出たのいっぱい。もうそう入れ食いっていうかもう水面室だけみたいな。えへー。まあカンパチタイムだ。多分室がいない、室がいなくなったからカンパチタイムなのではないかと。ちょっと一回休憩しようってやってる時にねまた来るんだよね。裏アジ釣れました。クセモノかなこれは。でかすぎる。私が釣ったクセモノじゃないムロどこ行った。これかな。これかな。これはクセモノでしょうか。あー、はい、釣れました。こちらだ、しっかり。いいよいいよ。どっちだろう。うわー、綺麗すぎる。はい、ほら、こんなに綺麗な草もろ。開いて、ここここですか。そうそうそう、ここ切る。難しい、意外と。切った切った。難しいよ、まあ、切れた。それで、でここから、そっから行けないから、こっ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 からこう、こっからか。そうそうそう。ギコギコしちゃった。こう。あ、やりすぎた。で、そうすると、ゴミが出てきちゃう。よいしょ。よいしょ。あ、そうそうそう、ついてきた。おー、いいものだ。いいものだ。これちょっと写真撮ろう。大きいムロが釣れました。これは草ムロか、ムロか。選ぶ蓋を開きます。ここを切ります。はい、切れました。そしたらここからこういきます。はい、こんな感じで選ぶ蓋を引っ張ります。水きれいに切るよ。はい、いたたたた。ヘラブタを引っ張ります。はい、内臓が。お疲れ様でした。今日の朝はムロアジラッシュに乗り遅れてしまいましたが、場所を移動したら面白いぐらいにたくさんの魚が釣れました。本当に嬉しいです。半分に開いてるってことか。これ骨だけじゃなくて、魚をこうやって置いてるんだ。こうやってこうやって置いてる。それをこう開いて洗ってこうやって塩水漬け込んでる。塩水に。そう、干物だって。干物